体調が悪すぎます体調が悪すぎて眠れません熱を測ったら8度6分でした下がりました 平熱ぐらい。平熱まで下がった、俺の。よかった、平熱まで下がって。風邪治った。でもみんなと一緒にしてほしくなくて、1時間で治った、風邪。 現実逃避してるんだけどさ、俺インフルかな分行った方がいいかなインフルじゃないかな <laughs> しんどくはないんですかいや普通に目つぶるのが苦しいぐらいしんどい。あのー 配信でアドレナリンが出てないとああ苦しいよーってなったから今点滴してるこれで砂漠 <laughs> はうまい <laughs> 熱さえなければさ俺病院嫌いなんだよ 病院嫌いなの一番嫌いなの <laughs> 苦しい病院が嫌いなの鼻に突っ込まれてさ <laughs> なのに立てようとしてんの <laughs> そんな嫌いな病院をみんなが好きになってくれるように立てようとしてる大志抱いてるでしょ まあ大したことね。下がった下がりましたよかったっす教えない下がったから明日行くか明日熱下がってなかったら病院行くわマジで 寝るじゃいやあのなんとかさあの中華をちょろっと食ってあ飯なんか薬飲もうっつって薬効くまでが苦しいじゃん8度5分なのよく分かったね。でもなんでだろうすごいでも元気は元気なんだよ元気は元気なんだよ でもマジ10時に寝る。もう薬が効いてくるの待つ、ま、俺。<laughs> それ熱高すぎて <laughs>。肺になってるだけ。かな。一番怖いのコロナなんだよね。まだ流行ってるこういうところでネットで情報収集するのってマジで愚かなの分かってるんだけど、いや、大して流行ってないよっていう、背中を押してほしい。流行ってんのまだコロナって。でも喉とか全然痛かないよ。 熱だけインフルが流行ってんだまあ時期的にはそうかでも俺インフルねあのイチローの首位打者ぐらい連続でかかってたことあるのね俺インフルマニアなのマジで7年連続インフルエンザかかったことあるんだけど俺 だからインフルのことはよくわかってんだけど、これインフルじゃない。インフルって配信できないから。<laughs> マジで。インフルエンザは配信できないの。本当に動けない。多分普通に寝不足から来る風だと思う。あと裸で寝ちゃった時の。<laughs> 体とか痛くないもん。喉も正直痛くない。倦怠感と熱だけ。 ダーリザコイインフルもあるの <laughs> あマジかザコインフルとかあるんだ <laughs> いや味覚は全然あるよライフガード飲んでるもん今キンキンに冷えた超体悪いだろう インフルエンザじゃないと思ったらインフルエンザだったから今年のインフルエンザはマジでザコで分かった。明日病院行くわじゃん。明日病院行く。インフルやっぱ長引くから、ダリーから。朝一行く。下がってたらいかない。ただの風と判断します。しかもさ、 あれもあるじゃん。なんだっけ、あのー、返答炎 <coughs>。そっからそっちに移行するとマジで終わってんの、俺 <coughs>。俺はインフル10年連続の大記録作ったの、今年は A だった。<coughs> あれ、なんなんだろうね なんかさ、全然かかんないやついないインフルエンザ。俺もめちゃくちゃかかるのね。なんか絶対あるよね。インフルエンザかかりやすいやつ。いや、ワクチン打ってもかかる。でも人生で一回もインフルエンザかかったことないやつとかいない俺マジで何年連続かかってたんだよ。しか病院で働いてたから、ワクチンなんて10月、11月ぐらいに打つんだよ。 しブラック企業すぎて、インフルエンザって、下熱2日後から、確かさ、働いていいじゃいいとかいうルールあるじゃん。で、今の昨今のさ、まあ、俺がいた時何が、今、ゾフルーザーでしょリナ、リナビルみたいなのが出始めた頃で、熱は、夜まで一1日下がりますよ、みたいな。俺2日後から出勤させられたことがあって、 イナビルか。イナビルがまだ試験的に導入されてた時だったよ。リレンザだっけなわかんねえけど。もう十何年前。クソうざかった。本当に二日目だよ。二日しか休めなかった。リレンザか。鼻のやつ。ピュって。俺も4年連続でマイコプラスマになったことある。そっちの方がやばくね。 そっちはやばくないっすか見たことねえし、なったことねえんだけど。まあ、俺人と会う回数がさ、常人よりはすっごい少ないじゃん。リアルに100分の1切ってるでしょ。俺、電車乗らないし、基本夜は配信してるから。それでもなるんだよ。インフルエンザって何飛沫感染ただね、俺3日前にキャバクラ行ったのね。絶対そこだと思う。 知る、立ち悪いことです。おじさんの金もらっちゃったの。おじさんの金。若い女の金じゃなくて、おじさんのおじ金なのね。共鳴しちゃったの。いや,いや、イーグルじゃない。わかんない。イーグルかどうかわかんない。明日行ってくるよ。 コロナ俺人生で一回も勝ったことないんだよね。終わってないただ、検査は、多分マジでリアルに10回はしてる。たもう今はもう行かないから言うけど、高田のババにさ、4万円ぐらいかかるけど、そ15分で正確な,な診断ができるとこ知ってる ?11 回ぐらいであるところ。<laughs> 3、4万ぐらいかかる。 ババの。で、本当に15分で出る。そこ多分もう、そこだけでもう、多分5、6回は行ってる。熱出るためび、この時期いつも毎年熱出るじゃん。しかも高熱。ああ、ついに。 俺もコロナになっちゃったピザラジで美味しさに移したらシャレンになんねえから行こうっつってどうせどうせコロナでしょっつって、あのー、はいはいコロナコロナと思って心の準備してたら毎回中尾さんあの陰性でした <laughs> なんですよね 俺コロナになったおっさん患者から真正面からくしゃみかけられて普通にコロナになった <laughs> 1。1たす1は2みたいな題材が来ましたね。なんとも突っ込みどころのないようなコメントありがとうございます。1たす1は2です。よく言うだろう。1たす1は2であることを証明してくださいみたいな。その問いかけに、もうそう答えてやれ。そういうもんはそういうもんやって。 今年も新生児の皆さんに何か一言お願いします。でも新生児なんかクソどうでもよくて俺の体調が良くなれってずっと思ってる。新生児なんかどうでもいいから、本当にどうでもいいし幸せにならなくていいから俺の体調だけ良くなれって今ずっと願ってます。全然他人なんで僕。勝手にしろと思った。ひどいでしょう。<laughs> 新生児はどうですか俺子供は好きだから、新生児生まれたご両親の方たちにはもう温かく祝組18、19、20歳ぐらいの、な、奴らにかけてやる言葉なんかねえよ。なんて言うの俺も一回コメント出したことあるけど、ね、友果田淳一です。あのね、あのー、これからね、社会という大海原、大海原に出る皆さんの、みたいな、本当に、すごいネットに載ってそんな教科書通りのことを伝えて、 頑張ってくださいって言った当たり障りないこと言っちゃった <laughs> 今って成人式18歳なの成人式自体は二十歳なんだ うん。二十歳の集いみたいになってんだ。あれもう成人式って終わっちゃった明日あ、先週なんだ。二十歳の集い先週だったの月曜日じゃないの ?8 日なんだ。 前の月曜日なんだ現役 <laughs> キャバ嬢だけど喋るたびつを飛ばすおじのせいで気持ちは常に転なしちやめろじゃん <laughs> やめちまえよそんな職場 <laughs> お前がスト6やってる時に精神式終わってた <laughs> あ、そうだ。じゃあ俺の勝利を捧げるわ、新成人に。新成人に勝利を。<laughs> 捧げますね。<laughs> どうせ勝ったんだろうし。黒人も風邪ひいてる、マジで。いや、俺黒人さんあったっけわかんねえ。ピザラジだったのいつだだいぶ前じゃない いつかいや、さすがにその線はないでしょ。<laughs> その線はない。<laughs> かなり前だよね。かつた成人式で浮気した人に一言。あ、そ、まだちゃんとそういう文化は残ってるんだ、成人式って。なんか昔好きだった女とやれるみたいな <laughs>。そういう文化でまだ残ってんの。 残ってるんだ。まあでもいい青春の甘じょっぱい一ページだよな。若者だったらいいんじゃないか。俺もなんか女、女目当てで行ってた気がするななんか昔成人式の時の写真あげた気がする。探してみてくれ。 そんな味ここの連中が知ってるわけないだろら別にそんな男だけでなんか遊ぶのも楽しいじゃんあそうだなんかカニ鍋が成人式出てるみたいなコメント拾った気がする梅木のミラーした時だそうだあいつまだ二十歳なの若 24号ぐらいかと思ってた。いや、アブソルはだって若いまだ17、8でしょ。<laughs> こっちは荒ーなのに、ほんとだよ。ちょっと裸で寝て、ちょっと若者ぶって裸で寝ただけでこんな40度近く熱出てるのに、まだ20歳なんだ。 ちょっと調子乗って裸で寝ただけで、夜風に当てられて、すっごい体調崩してんのに、調子乗ってんな。もし自分が今の時代に二十歳に戻れるとしたら一番初めに何をしますかダルビッシュ、セファット、ファリードユーみたいなこと言うね。でもね、俺すごい格好つけるけど、そういう過去に未練って人生でマジでないんだよね。 全部やってきたから、マジで何もないんだよな。なんだろう逆に何した方がいい俺。何した方がいい野球やめたことでも、野球やめてたら、野球やめてなかったら、まっとうに生きちゃって、配信者やってないから、ダメだろ。あそこで俺の性格曲がって、いい方に曲がってったから。あの180度てあの回転して、あの、配信者の道行ってたから。 特にないんだよな。<laughs> 別になんかすごいいっぱいいいことしてきたわけじゃないけど、これといって後悔もない。逆にみんなもないでしょなんかあるこうしとけばよかったな、みたいな。学生時代友達いっぱい作っとけばよかったな、みたいな。ってこと俺別にそんな友達いなかったけど、別にそれに関しては、なんとも思わない。 <laughs> 勉強しとけばよかったな、とか。ビットコイン買っとけばよかったな <laughs>。いや、それ言い出したらもう、切りないじゃん。そうやって俺だって買っとけばよかったと思うよ。そんなこと言い始めたらさ、なんでもありだ。あり記念で10億かけてもよかったな、みたいな。それは抜きにしようよ。ギャンブル系とかさ、そういうのは抜きにしようよ。ほんと、現実的にやり直せて、かつ、戻ったときに、 自分の能力のまま戻ってやり直せるってことでしょっていうさ、あれにしようよ。勉強か、やっぱみんな。勉強とか恋愛みたいな。意外となくない大抵のこと今からでもできない冷静に考えると。別に勉強なんて今からでもできるじゃん。正直な話。 恋愛か。でも逆もまたしかりだね。戻ってもできないし、どうせみんなじゃ今からでもできないから、まあ、それ別の方向に向けて、向いてた方がいいね。<laughs> 戻ってもどうせできないから。恋愛ってさ、アヒルの赤ちゃんが、あの川で泳ぐのと一緒で、どうやって恋愛、恋愛したらいいかわかんないんです、みたいな人はアヒルじゃないんだ、もう。一生できないから。恋愛の仕方がわかんない人って。身につくもんだと思ってるでしょ。 起こって急にいきなり泳ぎ始めるじゃん別にいいじゃんでも恋愛しなくても人生なんか幸せでしょ俺結婚してみたけど別に結婚が全てじゃないなってマジで思うよそこまで言ってんだから別にいいじゃんだからみんな結婚しなきゃいけないみたいな世間体もあって俺もまあ世間体ももちろんあるだ,あるだろうけど別に結婚しなくてもよくないと思っちゃう 付き合ってればいいじゃんって。まあ、子供できた話は別だね。今年39、やばくないザンクよ。エは、エフェクス本気でやらなければよかった。<laughs> なんで、得たものは何もなかった <laughs> でも冷静に考えてもらえよ。あの、ベスト割った時の音。その音を聞いた時、当時のお前は幸せだっただろ。バリーンって音あれにお金を払ってたんだよ。 でもソロでやってるやつはもうマジで何も得られてないと思う。友達とかできるじゃん、エイペックスやってたら。ネットで友達めっちゃできた人いるでしょ。でも配信者でもないのに、延々とソロでずっとやってるやつは <laughs>、マジで何も得られてないと思う。 結婚してないと将来絶望するって、会う人みんな言ってくるんだけど、お前不明。い俺言ったことなくない結婚はしなくていいよって言ってんじゃん。で、子供欲しいんだったらしなきゃいけないけど。で、俺子供はなんかすべて、親羅万象すべてのもの、物事の中で一番大事なものだと思うから、もう俺はしたけど、したけどできてねえけど <laughs>、する意味がなくない結婚で。 しかもさ、あれだよ。みんなそうやって言ってるじゃ絶対結婚できないよ。結婚っていつの間にかしてるもんだから、気づ,気づいたら。俺、びっくりしたもん、俺も。え、びっくりしちゃったえ、俺、結婚したのって。みんなと同じタイミングで知ったのよ、俺も。俺が結婚したこと。そういうもんよ。ほぼ同じ日かな。前日かな、俺はさすがに。髪型わかめちゃん意識してる。 絶対熱下がってきてるアドレナリンで。<laughs> ねえ、体調良くなってきた。ねこれなんですよで、8度6分から見せて。これ7度5分くらいまで下がってっから。で、プロポーズは悟空みたいにしたよ、俺。朝目が覚めて、つたつたつたってやって、ガラガラってやって、ああ、じゃあ結構すかーって,言って、いいよみたいな。あ、じゃあいいよ、<laughs> そのまま <laughs> お。お、父結構すかーって言ったよ。解熱剤が効いてきたのかな うんー、何とも言えない。何 <laughs> ともリアクションしづらい8度2分 <laughs> まあでも下がっては来てるね。何ともリアクションしづらいっすね。これは。<laughs> でもさっきより下がっただいぶで。ぶっちゃけ1度ぐらい下がってる。さっき、<laughs> さっきあのマイクラの時 <laughs>、俺みんな言いたかったけど、9度6分ぐらいあったので、ね、マジで。ああ、ダメだって。 マイクラやってるど、どころの騒ぎじゃねえっていうのは、おもスト6だから思ってたのね。あ、見えねえって。あ、これ見えねえわ、今日俺。でもちょっと薬飲んだら下がってきた。あ、見えねえんだ。今日やばかったっしよ、俺。<laughs> 調子悪かったでしょ。俺弱いんだよ、本当に病弱。 マジで長生きしたい。いや、カロナール飲めない、なんか、あのパブロンのゴールドみたいなの飲んだから、パブロンのゴールド飲んで、今、汗もめっちゃかいてるのね、死ぬほど体調良くなってきてんの。これでも、罠があって、毎回やるんだけど、俺、これ。うわ、みんな、配信してたらアドレナリン治ってよって、配信、あの、配信の切りボタンを押した瞬間に膝から崩れ落ちて、こう、ダサって。で <laughs>、立ち上がりなくなる、こうやって。 あの、浦安鉄筋家族の、あの、主人公のさ、小鉄がさ、夏休み終わった瞬間に、すべてなんかもう力尽きるみたいな感じで、立ち上がりたくなる、こうやって。あの、人が来た時のウッディみたいな感じで、こうやって、動けなくなっちゃうの。 ルルエゴールドデラックスあそれかもしんない鎌田が買ってきてくれた鎌 <laughs> <蒲>田 <laughs> 風邪薬買ってきてくださいっつったら <laughs> すぐ買ってきても <noise> インフルかな <laughs> 明日病院行ってくるわインフルだったら発症4 8 48時間以内に専用の薬じゃま,まだ12時間ぐらいだろうね朝起きてちょっと熱っぽいなと思ったから 出した朝一でマジで行ってくる。<laughs> エーペックスで、ね、マジで無理。今一番体に悪いの、もう、マリファナより体に、もう、薬物より体に悪い。この状態でのエーペックス。俺、天下を起こすと思う、マジで。ストシックスですらさ、こうやってさ、あの、視点がさ、<laughs> 定まらなかったのに、もうマイクラの釣りが限界。なのにマイクラ死んじゃったの。 やるべきじゃなかった。あそこ引き返すべきだった、俺。はい、になっちまった。楽しくて。流れに乗っちまったんだよ。<laughs> くそ。なんて日だ。<laughs> なんて一日だ。<laughs> ゲームしてる時は幸せ。<laughs> 最近好きなんだよね、ゲーム。 <laughs> でマイクラ死んだ時さ俺本当にさあれパフォーマンスでやってると思ったでしょあの全てのオンがオンってあれねオンの方ねピトーがさ後ろに出してるオンが体に降ってきて体が動けなかった様子おかしかったでしょッ <laughs> <laughs> 面白くないユーチューバーがハゲは見た目が深い。俺みたいに育毛問使ってふさふさになってみろやって言ってハゲ差別したらどうも、<laughs> どうも思わない。誰かわかんない。俺みたいにふさふさってみろよ、みたいな。いやー、もうこうなの。あいつふさふさなの。あいつが育毛問使ってんのかよ <laughs>。なんでその努力の人。あいつ意外と努力の人だったんだ。あいつ育毛問使ってんの。イプチもしてるし。モテようとしてんじゃん。 だいぶしてんじゃん。お前らが言ってんじゃん。相チしてるぞ。今日もこう相チしてるぞ。みたいな。<laughs> 会社に3ヶ月に1回体調崩して仕事休むやつおるんやけど何あれ。いや、健全でしょ。俺もやってたよ。1ヶ月に1回嘘ついて、自分にご褒美あげてたよ。俺とわっちゃん。同じ日に、やっちゃんこの日風邪ひこうっつって。やっぱ風邪ってっ思い込みで弾けるから、あ、風邪今ひいたっつって、あのやって2人で脱しにつって、こうやって。<laughs> 同じ日に。 別にいいじゃん。有給消化できて何がいけないのお前らも休んでいいぞ <laughs> そもそも間違ってるそんなもんが体調悪いっつってんだろ休ませろ <laughs> 毎月1日は絶対休んだ方がいいよ 本当に。<laughs> 使わなきゃダメ。<laughs> 俺も月1はずる休みしてんだよ。ずる休みいいよな最近さ、働いてねえからさ、しかも飛ばせないじゃん。俺,な俺の仕事ってなったらさ、ピザラジーとかだからさすがにさ、大石さん好きだから迷惑かけてこないし、飛ばせないじゃん。 あれ、仕事ず、ずり休みしたことある最高じゃない仕事のずり休み。わっちゃん元気だよ。めちゃくちゃ。最近ちょこちょこ連絡取ってる。ハイパーゲーム大会とかどれぐらい拘束されてんのまたなんか例のごとくやろっかな。3月入ったら、いつ ?2 週間 家から一歩も出ずに、じゃ一生配信してるから睡眠。でも、なんか体調崩しそうちゃんと24時に絶対寝て、朝10時から配信っていうのをずっとやろうかな。もう絶対に24時に配信聞きなきゃいけない。ほんで寝て、9時間寝て。いや、規則正しくやんなきゃダメだ。 だってもう、俺決めること全部決めたから、そう、ようやく決まったんですよ、すべてが。<laughs> そう、コロナもかかりたくないから、1日からやろうかな。なんか、手やきやろっかな、この、この季節に。朝。<laughs> みんなも休んでくんない ?2 週間ぐらい。 昼間、手焼きにやろうかな。2週間ぐらいあれば全くできそうじゃない ?1 日6時間ぐらいやってさ、5、60時間ぐらい多分くるクリアできんじゃん。<laughs> ちょうどクリアする頃に、明日じゃあハイゲー行ってきますね、みたいな。やろうかな。炭治もやってんだ、今。Tears of k i n g d 寄り道しなければ50時間ぐらい。あ、あのー、あれ面白い、ストーリー面白い。まあ、おもろいだろうな、どうせな。<laughs> 案の定おもろいんだ。<laughs> バルタースゲートどうなったんですか <laughs> さっきから。 ちょこ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 バルダーズゲート3が仲間になりたそうな顔してこちら見てるんだけど、思い越しが上がらない。これ今やったら本当に体調悪くなるんじゃないか。本当に体調悪くなるんじゃないかって今、今、もう一人の、俺今二人人格があるんだけど、あの加藤純一いるじゃん。あのドワーフの。ドワーフの淳一がやらないかって語りかけてくるんだけど、やめと、ちょっとやめといた方が良くないつって。お前も辛いぞ。 思ってんすよねダイス振って決めようかな「TIAQ」を面白く配信できた配信者はいまだにいない <laughs> そんななんで <coughs> 意味嫌われてるの長いから配信者殺しなんだなんで 難しくて長いんだうーん読めちゃうんだティアキン面白そうだけどなゲームが面白すぎて実況できなくなる <laughs> 俺結構それその気あるからねずっとこれ見ちゃうからねこうやってうん VTuber 含めて途中でティアキン投げた人らマジで50人くらいいる。じゃあ僕が完結させましょうか。なんかやっぱ、配信者ってさ、面白いやついないから、俺以外に。なかなか実況できないと思うけど、僕がじゃあお手本を示しましょうか。皆さん、僕面白くできますよ、ティアキン。面白い実況見たいですかティアーズオブキングダムの。面白い実況するから代わりに体調直してくんないタイトルは、面白いティアーズオブキングダム実況プレイパート1。 どうする5分でやめたら、ははは、おもんねっつって <laughs>。昼間まったりやろうかな。ちょうど冬休みの時期じゃない春休みか。 面白くなくはないんだよ、実況に向いてない。なよく言う、実況に向いてないって何平坦え、でも俺、ちなみに多分ね、日本で唯一の、あれですよ、なんだっけ、あれ、デンデレデンデレンデレデンデレデンデレデンデレ。俺あれ ワンツー全クリしてる唯一の配信者ですよ。俺が最後のトれパンチクラブをね、実況できた最後の配信者だよ。じゃあ俺の肩にかかってるんだ。<laughs> いや、ワイワイはワンでやめた。え、ワイワイーやったの あれは実況向きだろ。あんな実況向きじゃねえだろ。<laughs> 一番終わってんだろ。テキストは早いし、何やってるかわかんねえし、あれ一番実況向きじゃねえよ。何喋んのこれって。俺ずっと思ってたもん。これ何喋んのって。何喋るんだんって。もう一人で俺が語りかけてた。 自由時間が長いから雑談できないその面白いけど自由に、自由度が高いんだ。でも俺基本ゲームの話ししたいからな。楽しみだね。<laughs> <laughs> <laughs> 体調はあんま良くない。<coughs> 痰が出る。で、薬、今、薬吸ってる。一人でコツコツやるゲームなんだ。えダンロン2配信解禁されるの嘘でしょ絶対こんなんマジやるよ俺。FF <laughs> <laughs> もお前以外面白くできるよ。 <laughs> ファイナルファンタジー 16? 確かにファイナルファンタジー16みんな実況してなかったね。あれおもろいからやったほうがいいぞ。なんでやらん俺見てよ。でもランタンとかやってたっぽいけど。動画なのか。あ、カットありきみたいな。あれストーリーおもろくない吉永もやってたのか。<laughs> 悲しいな。まだ、あ、向き不向きあるのか向き <laughs> 不向きがあるのか <laughs> 吉生すぐ悪口言うから最近嫌いだわ <laughs>。それ吉生やない俺や俺が作った吉生や え、でもさ、ファイナルファンタジー16ってさ、なんかさ、なんか多分、昔のファイナルファンタジーを作ってた人のように愛はないと思う。多分、なんポットでのプロデューサーとかが新人が作ってるんだと思うよ。じゃないと、昔のやっぱファイナルファンタジーの10とか、ああいう熱いストーリーは描けないと思うって言ってた。言ってたんだ。やっぱりな。 俺は面白かっためちゃくちゃ <laughs> めちゃくちゃ面白かったよ16なんでそんなに実況にも向いてると思う正直ストーリーが良かった王道ああいうのでいいんだよって思いましたね好きだった俺はてか、まあ、俺自分が好きかどうか一番大事だからな だから俺 FF なんて実況しないじゃん。俺が実況した FF って多分10と16だけじゃない <laughs> ?10 と 16? だけ。で、DLC もやりたい。正直。さあ、戦闘がおもろかったんだよね。<laughs> 実況向きのゲームって他に何分かんない。<laughs> 長い、長くやってるけど、 実況向きのゲームって何なんだろうダメ。本人に会うかどうかじゃない多分。本人に会うか会わないかだよ。<laughs> だと思うよ。<laughs> いないれとかどうことなんだろうね。わかんない。俺は好きだったけど。 ああいうさちょっと子供っぽいやつが好きじゃない人いっぱいいるじゃん龍 <laughs> が五くは普通に俺がハマってるおもれってジャッジアイズのせいでめちゃくちゃハマった 俺なんかワンチャン、月一本ずつ全シリーズやっていこうかなと思ってる。ゼロ二三四五六七八八ヶ月かけて。はまりつつある。三四五六あたりマジで思もない。えー、つまんねえかな。 何が具体的にダメなのストーリーが微妙 <laughs> 微妙なんだ。<laughs> っていうか、3、4、5、6がつまんないんじゃなくて、他がすっげえおもろいから、それに比べるとちょっと下がっちゃうっていうか感じでしょ多分。 でも、一個懸念材料が、多分、極みとかさ、極み2はパッと見さ、あれリメイクだよね。3456ってリメイクされてないでしょで映像的に違和感が出てるようなっていうのは、多分否めないなと思う。あれ、プレイテス 3? 格闘のクオリティとかがめっちゃ落ちそう。<laughs> リマスターは出てるんだ。 俺シックスマジでやりたいんだよねビートたけしとサコ見たいんだよねナ <laughs> <laughs> が人生で一番おもろい。 ちょやりて早くなんで八も出るという日に八も出るというさ昨今にさ俺一やってたの <laughs> 人生変わるんだ,だせっかくいい方に変わった人生がまた悪い方に動き出しちゃおうかな入れ墨とか入れ始めちゃおうかなジャルジャルみてえに初めて入れ墨ここに入れちゃおうかな <laughs> なんか8の PV みたいなの俺ちょっと見ちゃったんだけど、なハワイでさ、なんか大暴れしてたよ。日本のヤクザが。<laughs> えって思った。ハワイって思った。あれハワイでしょ、多分。海辺で短パン履いて、もう歌舞伎町とかじゃねえんだって。ワイキキビーチじゃん。 あ、キングヌー出てたね井口くん出てたね見てそれも彼の演技も <laughs> 朝倉未来もいるんだへえ八？8? 熱測ってみてくれいいよちょマジででも薬切りてきてる今いやだ,だいぶ落ちてきてると思う <laughs> ぐんぐん下がってる熱届かれちゃうやろうぜ俺も何度台に来てると思うさっき何度だったスタート8度区分 二回目8度6分、さっき8度2分だったでしょ。この短期間で一度下げてるんだよ。根性で。で、あの一説によると脇に汗かいて、その放散熱で下がってるだけっていう可能性も否めないけど。7度5分、やばくねねえ、これが人類の力だよ。なあ。これが人類の力なの。 マジでこれやばくないこれが人類が開発した薬の力 <laughs> バルタゲートやれ熱出るわあれやると。 水出ますでどうせ夜の3時ぐらいに熱、あの薬が切れてきてのたうちもあるんでしょう。 あーちょっと明日検査行ってこいようマジで <laughs> 明日最近だらしねえだろ インフルエンザかなバロムラギ VCJ ビルラーありますか心配なんですよね。この一年間の集大成を俺に見せてくれって言ったんだけど。まずその配信台までちゃんといけるのか。もうすぐだよ。でも今は結構仕上がってはいるらしい。 まあね、巡り合わせ次第だな、正直な。巡り合わせ次第。<laughs> ちなみに、極わみ2は、武藤趙の天竜藤波が出るイベントがあります。<laughs> クソやばいじゃん。 サブイベなんだよかったってか篠原のイベントできて <laughs> 龍がシック6のバッティングセンターのイベントで中村紀秀るマジかよノリ出んのかよえぐ それエグいわん売上今とこどうなんですかいやもう、まあ、順調なんじゃないすごい今はさ正直さなんか物珍しさでさみんな来てくれるけどさこっから先が大事じゃないでみんなすごいちゃんとやってるすごいちゃんとやってると思うよハートが強い <laughs> 今順調じゃなかったら終わりだろまあな 厳しい世界よね <laughs> あ、まあ無断キャンセルはもう本当にみんなの気持ちに訴えかけるしかないねあんまりそういう対策講じたくないけどまああまりにも多かったらその社員のためにもやんなきゃいけないかもね すげえ可愛いソープジョがカットジュっンた行ったでそれ俺に教えねえのその日夜のカットジュンもあるけどいいパイプカットジュン それがマットジュンカット・ジュンのインスタ見たけど「シャープ」「女の子」って誰も検索しなそんなハッシュタグつけて,て応援したから <laughs> <laughs> の運営してるのは40歳のババアのうちのお姉ちゃんです苦しんでますインスタってどうすればいいんだろうね俺に聞くなよ俺やったことねえんだから「女の子」っていうタグつけてるらしい これ企業努力。今、うちの。絶対調べねえよな。<laughs> まず ID ががっつりしたのな。情弱にも程があるでしょ。カット・純、知恵でしょ。ね情弱だよ。 なあ情弱すぎるってさすがに。 お前の姉ちゃん下の名前どころか本名が APP ストアに乗っちまってるハハ <laughs> <laughs> 上爵すぎない <laughs> そうなんだじゃあこれからグループ系 YouTuber として頑張っていきます我々は <laughs> なんでそこに載ってんだろうね 俺,俺はそういうの全部できないからあれは情弱というかアプリ配信者の法人名にならああなるほどねちょっと俺もインスタ見たいんだけどさ俺に逆に教えてくんない店のインスタ <laughs> アカウントしなきゃ見れない え、でも俺、見れるよ。俺いつもあの三上優愛のやつをあのログインしてくださいって言われるまで必死にこうやって瞬間的に覚えてそれでこうやって目つぶってオナニにするよ、いつも。なんでアカウント作る中見れねえんだよ。意味わかんなくない作り方わかんねえんだよ、俺。 それで見るのも楽しいけどアカウントないとストーリーっていう24時間で消えるやつ見れないの人生損してるんなんでそんな24時間で消えるのは何のために載せるのなんか本編に載せるほどでもないけどみんなにうっすら 伝えたいことみたいなちょっと載せちゃおうみたいな <laughs> あ,あその日のキャンセルの空き状況がああなるほど。 うんえじゃあ俺もインスタのアカウント作ろうかな。ではあのパスワードみんなと共有するからさみんなが運営してくんない全員ログインできるやつ作ろうかな。誰が何あげてもいいやつ。 ハるかな <laughs> パード変えられて終わり確かに残念 <laughs> 純ってインスタに写真いっぱい載せてるけどあれ本人じゃない俺インスタはやったことないし厳密に言うとインスタグラム見たこともない オープン前に知恵の日常の投稿がある <laughs>。<laughs> 何やっとんのあいつ <laughs>。俺より情弱じゃん <laughs>。そっから派生してったんだ <laughs>。うーん。 近所の床屋のババアみたいな。<laughs> 面白いこと言ってんね。なぜかかッとじのアカウントで井口フォローしてる。<laughs> 名残っしょ。だから好きな男フォローしてるっしょ。<laughs> 他誰フォローしてんの好きな男フォローしてんじゃない講師混同してるっしょ。分かってないっしょ。は <laughs> は<澤良>、吉沢亮。いい男に目がないっしょ。 じゃん恥ずかしいなちょっとな私物化してるね <laughs> カット中のアカウントで偽物のカットチューに漏らあっぱあれだね <laughs> 俺に聞けばいいのにあれ俺の本人だと思ってんのかな アカウント名がカット順知恵だっす <laughs>。ちょっと見してちょっと待って <laughs> ちょっと見に行こうぜえ、インスタグラム。インスタグラムで検索する。あーこれログインしないと検索できないとかいうあれじゃないのもうこれくたばれよこの画像一番綺麗だよ見ねえよ いやログインとかアカウントねえもん。メールでさ、その、うちのアカウントを教えてよ。これか。ほんとだ <laughs>。これ <laughs>、本物かなこれ <laughs> カッ。カットしてこれ本物かな <laughs> 本物っぽいね。 本物かな本物臭くないストーリー見ろどこで見んのストーリーストーリーってどこで見んの <laughs> 丸いやつこれあー見れないんだ。 ログインしないで見れないんだって <laughs> やってないんですよね俺インスタ <laughs> そのしかっと知恵になる <laughs> 乗っ取られるかな <laughs> 乗っ取られちゃうかもしんないね タグに女の子ついててマジで笑った <laughs>。なんかまあ可愛いとこあるね。あまりにも男性客が多すぎて、えー、女の子もちょっと来てほしいっていう経営者目線での思いから思わずつけたんだろうね、女の子。で、女の子って検索する女の子いないと思う。なぜなら女の子だから。女性カットみたいなさ。だって俺男の子って検索したことないよ。メンズカットとかさ、レディースカットだったらわかるけど、 女の子って検索しなくない最近の投稿についてるハッシュタグはカット・ジュンと女の子の2つのみです <laughs> 弱点が浮き彫りになってきたな俺たちの <laughs> 弱点が浮き彫りになってきたね でも苦しんでたよどうす、どうすればいいんだろうって。<laughs> お前の姉ちゃんが全8投稿で使ったタグカット10女の子2024 <laughs>。来るかこんなんで。来るか !2024 って検索しねえ。レディーススペースカットだろ。普通に。 ああ、なんかストーリー乗っけてくれたわ。へえ、ああ、いい、いい雰囲気ですね。あ、おいっ子来てたんだ。イケメンなのがバレちゃうじゃん。うちのなんか秘蔵っ子なのに。いい男なんだよ、おいっ子超イケメンなの。 二重の幅綺麗でしょう育つの待ってる <laughs> 今 <laughs> <laughs> カットジュンの専用アプリがあってマジで驚いたのがお前の姉ちゃんの子ねっていたの <laughs> 何者なんだろうね なんか最近正解にまで手を出してくれてさ、あの人。お前さ、政治家なりたいのあれ政治家なりたいのかな <laughs> 永田町に田中真紀子と入れ替わりで入ってくるのかな ?N 国から出,出馬するのやめてくんない さすがに <laughs> お前のお父ちゃんのインスタの一番 <laughs> ちょっとでクソ気になるコメントあったお前のお父ちゃんの インスタの,あの一番古いフォルダはエロ違法エロフォルダださそうみたいな <laughs>。親父ってインスタで抜いてんのすげえ悲しいんだけど。風俗行っていいぞ、親父。俺が金持つから。その若者で抜くのやめて。20代そこそこの女で抜かないでほしい。 俺でもインスタやってないんだよね。なんか別にやりたいとも思わない。ほんと。何のためにみんなやってんだろうなって。ツイッターで十分。ビジネスでやってんのかななんかインスタグラマーみたいな仕事が欲しいってことえ、インスタグラマーってあれだよね。 あの正しく表現すると中身のない本当に中身がなくて加工だけであの持ってる薄っぺらいバカどもっていうあれだよねインスタグラマーって書いてそうやって薄っぺらいバカってことだよねそれを俺にやらせんのそういうふうに確かに読むよね 俺の親父がいつの間にかティックで Twitter やってて地元の女と繋がろうとしてたから負けちゃった。<laughs> 超やだでもその炎上の仕方ちょっと面白そう。俺記者会見開くわ。まあね、お父さんも、ね、今年75歳になりますが、ね、ちょっとやっぱ、愛する妻に先立たれ、性欲が隠しきれなかったんだと思います。10代には行かないでほしい。せめて20歳以上。うちの家金は持ってるから、なお子の遺産で。別 <laughs> に俺相続するギャンさらされらねえから。 死ぬ前に全部使って、花々しく散ってってほしい。だから、毎年、毎年クラウン買ってんのね、親父。使わなきゃ使わなきゃって。で、俺はそう、冷ややかな目で見てる。親戚一同めっちゃ冷ややかな目で見てるけど、俺はいいんじゃないっつってる。で、俺がお姉ちゃんにレクサス買ってあげたの。で、日本の車で一番いい車はクラウンだって思ってたらしくて、クラウンよりレクサスの方が多分さ、値段高いじゃん。 で、それを聞いて、それを知って驚愕してたよ俺もちょっとその辺の価値分かんないんだけど車興味ないからでもクラウンってところがいいじゃん親父で。 おじいちゃんでよくないでも75だからさ車運転してほしくないんだよな正直心配なんだよね事故起こしちゃいそうで75よでもさ車なきゃさ 何にもできねえからさ、乗るなとも言えねえんだよね。だから東京住んでほしいの。<laughs> うちの隣に住んでほしいの。本当はお父さんに。でもかたくなにさ、そしたら別にさ、送り迎えしてあげれるじゃん。あの、運転手でもつけて。<laughs> でも嫌なんだって。<laughs> 田舎もやっぱさ、出てきてほ、出てきたくないんだって。 だから考えたの。うちってさ、こう、もう膨大な土地余らしてんのね。本当。おばあちゃんが死んじゃって、畑がめっちゃもう草っぱらになってて、うちの親父の面倒を見るついでにダッシュ村みたいな感じで加藤十一村っていう名目で親父の世話させようかなと思ってたの。しかも動画のコンテンツにもする。 お前の親父ってまだお前が洗脳されてると勘違いしてる。なんか、一時期やばかったね。俺がお姉ちゃんを洗脳して、病院辞めさせて、なんか、悪い道に引きずり込んでいるみたいな。ので一回すっげえ喧嘩したのね。厳密に言うと、まだ仲直りしてないんだけど、普通に会話するけど。お前らはいつか、とんでもない借金をこしらえることになるみたいな <laughs>。誰かが俺、うち、 完全に自分のお金だけで回ってて借金ゼロなので。誰に騙されんだよって。人気がなくなって収入がなくなるとかだってわかるけど、誰かにとんでもない借金を背負わされることになる。だからこそ姉ちゃんの力必要だろうと思っちゃったんだけど。思わない。いや、小遣いせびってこない。俺が勝手に送ってる。 俺は,と俺は行ってこい、海外旅行行ってこい、行ってこいっつって。<laughs> 年末にもプレゼントしたよ。セブと行ってたよ。お姉ちゃんとお姉ちゃんの旦那さんと、おっ子二人と親父で。喧嘩してた。めちゃくちゃ喧嘩してたよ。いや、保証人にもなってない。 慣れないそういう系はどんなことがあってもまあでもびっくりしちゃうよないきなり病院立ち上げるとかさそういうニュースがばって入ってきたから親父がびっくりしちゃったんじゃないかな多分大丈夫かみたいなまあでもなきにしもあらずか 花火打ち上げるとか <laughs> 心配しちゃったのかな <laughs> お父さん収入知ってる大体これぐらい稼いでるよってのは知ってんじゃないかな分かんね,んね詳細は言ってないけどでもぼちぼちちゃんと暮らせてるよみたいな そそろそろ熱上がってください,いやだ,だいぶ下がってきてると思う <noise> スイッチの広告収入最近めちゃくちゃ少ないよ竜がごとくにはまりまくっておしっこ行きたいのにおしっこ行かないから広告ゼロっていうのがずーっと続いてて <laughs> ちょっとね懸念材料なんだよね流す暇がない ここ10日間ぐらい広告ゼロ。ほぼ。流れないでしょ。だって俺の配信広告。<laughs> 忘れてた。ほんとに。トイレ行くタイミングでいつも絶対つけるって決めてたんだけど。あ、ちょっと上がっちゃった。7度8分。<laughs> ちょっと上がっちゃった。まあ、最初の広告がな、ついてんだろうな。わかんねえんだ。その辺のシステム。おしっこしてくるわ。広告。 広告って言われたらおしっこしたくなっちゃったびっくりしちゃったおしっこしたくなっちゃったおいおい人類がこのヴィルスに敗北するのか最後の鳥やぞ もう絶対明日まで熱下げんどマジでもう気持ちの入り方が違うえここ流した今全員流れるわけないじゃんいや明日んもないなんもないけど直すぞっていう <laughs> いや、明らかにほとんど流れてない。なんでだよ。<laughs> じゃあ、意地悪触ってんだろ。意地悪されてんだろ。俺。<laughs> 直してキャバクラ。うわ、キャバクラ生きて <laughs> 最近ハマってんだよね、キャバクラ行くの。絶対竜がごのせいだと思うんだよね。<笑><笑>うわここ、キリュウカズマがい、え、ここにもキリュウカズマさん来ましたって全員に聞いてる。リナちゃんいますかここにもキリュウカズマ来ましたかって。 しかも、新宿で遊ぶのなんか大嫌いなのに、俺この前新宿のキャバクラ行ったからね。ここ竜がごとくできたところだ。めちゃくちゃミーハンになってる。俺。それで風もらった。<laughs> それで風もしくはインフルもらった。最悪だろ最悪だよね。 <laughs> <laughs> 新宿のキャバと西麻布は違いますか西麻布のキャバクラって行ったことないからわかんない。でもなんか変わんねえよ、どこも。客層が違うんじゃない変わんのかね女のなんか見た目とかって。 キャバクラって何がいいの逆にさ、みんなはキャバクラ、俺がさ、なんでキャバクラ楽しいって行くんだと思う。俺この前一人で行ったの。それはマジで龍がごとくの撮影の地でちょっと飲みてえなと思ってミーハー心で行ったんだけど。まあ、普段は一人で行かないんだけど。<笑><笑>おっぱい見れるから、それだな。おっぱい見れるからだね。だらつらつらといろんな理由をつけようかなと思ったんだけど。 おっぱい見れる。可愛くて若い女のおっぱい見れるからだと思う。あと気が楽。なんか。いや、そう、いや、なんか、その風俗とかってさ、もう見せてくるじゃん。ちゃんと隠してるじゃん。<laughs> 西麻布のヤバいラブホテル知ってますかアルファインってところ、いい俺、めちゃくちゃ昔言ってたよ。 めちゃくちゃ昔行ったし、そのアルファインの領収書を家に大事に取ってたら、あの、サッチャーに脇がばれて、でも私じゃこういうとこいけないから、それはしょうがないって言ってた。しかも俺縛られる側だっての、察されて。重くそいじめられてたのね、俺。やっぱ旦那がそれいじめられてるとこ見たくないじゃん。ハードな M プレイしてたのね。<laughs> でもアルファインなんて、あれだよ。 俺が本当に若い頃からあるよ。マジで。20年前ぐらいからあるよ。<laughs> 確かあの西麻布にラブホテルって1個しかないんだよね。いや、20年ぐらい前からある、俺は20歳ぐらいの時に初めて行ったはずだから。最近は行ってないけど。多分1個しかないと思うよ。 <laughs> アルファインは SM 系なのなんか、調べてみればわかる。アルファインって。お前その感じで M なのまあまあキモイいぞ。俺みたいなやつ全員 M だよ。マジで。俺すぐわかるよ。こいつ M だなって。 めちゃくちゃわかるよ。いや、堀江さんどっちだろうなぁ。わかんねえ。マジわかんねえ。堀江さんだけわかんねえ。あの M じゃ、なんかもう超越してそう。とんでもない M もできるし、とんでもないサディスティックもいけそう。両投。じゃ、M ってさ、あるいい一点を、俺も今声かけてるんだけど、あの、度がこした M って、その、ちょっと先に S があるのね、マジで。 ああ、俺の、ああ、うんこ漏らしちゃったそれを食べさせたいみたいになっちゃうのね。<laughs> その先にちょっと、え、なんか S の像があるの。S の人ってさ、M になれないじゃん。M の人って、なんか、コロナの、さ、あの、検査バーみたいな感じで、ちょっと S があって、さらに上に M があるので、ね。そこの S の像にかかると、めちゃくちゃ S になっちゃうの。<laughs> これマジで M にしかわかんない。 M の向こう側にはちょっと S があって、その先にまた M が広がってるのね。俺まだ一歩目の S の一歩目のところぐらいしかいないんだけど。<laughs> <laughs> なんかお前もそうなってほしいみたいな <laughs>。お前もそうなってくれって。普段どんなプレイしてるんですか。いや一番やばいなんだろう。 え、いやでも俺なんか痛みとかは伴いたくないの縛られたい。そんで、あのー、家庭教師の先生にいじめられたい。家庭教師の先生に。で、ペリッと剥がしたら、答えわか答えわかんなきゃここ剥がしちゃダメよみたいな感じで一生懸命勉強したい。それで。 そのためだけにもっぱらね、そういう派ですかね。<laughs> <laughs> それって何の問題とくの？<laughs> わかる？なんでもいい。 ワルファインのルールはドアにスリッパ挟まってたら誰でも入っていいよな。あ、そうなんだ。知らなかった。<laughs> でも、俺 S か M かはマジわかるよ。みんな。俺 M の人ってやっぱわかると思う。小人さんは S。すごい。サディスティックだね。大石さんも、まあ、S よりだな。<laughs> 大石さん S だね。オニはもうクソ M でしょ。<laughs> あれ、肛門舐めてるでしょ、一生。 あいつメインの栄養補給肛門じゃねえかな。繁盛も M だよ、絶対。吉生も M。M。打足さんも、うわぁ、打足どっちだろうなクソ興味ねえ、あいつの政治上に。考えたくもねえ、気持ち悪いから。ゆゆうたなんてもうあれでしょう。もうゆゆう、う Y だよ。だ M じゃない、Y。もう S と M じゃなくて S と Y で Y、あいつは。 もう、「M」という言葉がおこがましいぐらいあいつ M」だと思うよそれリストカットとかしばらくた状態でキリストみたいになんかリストカットとかもう受け入れそう「おお」とか言いながら聞いてみるわ今度言うた「M」って <laughs> で、みんなマゾヒスト多そうじゃない 松本人志は M でしはでょ <laughs> なんかそのあんまりさ記事の内容ちゃかしたくないんだけどさあのと松本人志は言っておりみたいなエッチしたくなってしまったんやみたいなあのさセリフがさいや俺ダウンタウン見てるからまっちゃんの声で <laughs> 再生されちゃってま <laughs> っちゃんクソ M やんと思いながらまっちゃん M だと思うよ トゲト,トゲトゲしてるやつって M なんだよね <laughs> 基本男ってさみんな M っぽくないヒカルとかは S なんじゃない あいつなんかバカだからさ、自分が M だって気づいてない、S、S。S かっこいいと思って,て S してそう。<laughs> 本当は絶対クソ M だよ。だけど、多分、S がかっこいいと思って S してそうじゃない <laughs> 見せてみろ。S の人言わねえもん、多分。見せてみろ。だからそれ自分がしたい。と思う。ヒカルは M だな、絶対。本質は。でもなんか、 その、ブランディングでサディスティックになってそう。<laughs> 俺めちゃくちゃめちゃくちゃ M だよ。本当に。キモいぐらい M だよ、俺。<laughs> 自分で見ててキモいと思う。 柴田はもう絶対的な M。もう 100%M。M、う断言できる。朝倉みくるも M 絶対。<laughs> 絶対 M。わかる。ひろゆきは S とか M とかなさそう。人間の感情がなさそう。鳩だから、理由は。 逆に男で S の知り合い、いや、わかんない。黒人さんとか S っぽくないサディスティックっぽくない優しい S。にカモの足とかももう1億パー M。億パー M。 <laughs> スタンド M <laughs>。やべえ、なんか、スタイリッシュネームだと変な想像しちまう <laughs> あ。あああ見てください <laughs>。やめようぜ、それでリアルなやつやめようぜ。なんか、笑いにならない <laughs>。目に浮かんじゃう。なんか、体鍛えてるから。パワー系の M。<laughs> わ <laughs> かんねえけどな <laughs> で。鍛えてる人ってさ、M っぽいよね。M 生官めちゃくちゃ言ったことあるよ。だって、俺が、まあ、あんまり言いたくないけど、言ってた M 次生官の、俺が指名してた若い頃な、指名した女の子が、 じゅんちゃんを喜ばしたいって言って、なんか、お尻の穴をほじくるクラブみたいなのに、武者修行にしたんだよ <laughs>。で、解剖生理学的に修行を積んできて、ちゃんと俺にその施術をプレゼントしてきてくれたことがある。その背景も良かった。なんか。 うん、背景もよかったねで今はその店行ってないなメンズエステだけかな行くのメンエス いや、メンズエスで覚えちゃったらメイエスしかいかないでしょ、みんな。で <laughs> イミクラも行ったことあるななな、あのー、家庭教師、<laughs> 家庭教師プレイみたいなしたことあるよ。ぜでも、心の中で馬鹿にしちゃったの。でも、こいつは本当の先生じゃないんだって、あんま乗り切れなかった。本当の先生じゃないと俺はダメだから。結局、こいつは、 俺にやらされてるだけなんだろうな解けなかったなんか <laughs> なんか俺征服したい願望ないからさ征服されたい願望あるのね俺をめんどくせえだろ 基本尻に敷かれたいの実は俺性病になったこと一回だけあるねあのなんだっけあのー、毛じらみ墨ススリン塗ったよまだゴロちゃんと付き合ってる時に悪い銭湯行ったらさあのー、性病になっちゃったよっつって人生で一回だけだねマジで 加藤さんって広告全く流さないけど本当にお金あるんですかサブスクしてあげましょうか全然ない。月14万ぐらい。なんとか暮らしてる。ここにいる全員今からサブスクしてくんない月14。このままじゃマジで勝負上がったり。ぶっちゃけ。<laughs> 昔配信でデリヒル2人呼んで、ジュンのあそこでイストリーゲームさやらさって言ってたから S だと思ってた。いやでも、じゃ俺はそでもそういうことするんだけど、俺は縛られてるよ、こうやって。 俺をいじめる一環としてだよ。やめてよそんな目に俺を使わないでくれよって。そういう M。通り越した M なの俺。その、こういう M じゃなくて、こういうイストリー M なのよ しょうがないよねだからその縛りプレイとかにもさ精神的な M 出てきちゃうんだよな「女の V で一番好きなところはどこですか?」ちなみに俺はケツですなんかお尻はって損してない女の子って谷間見せるけどお尻出さなくない俺めちゃくちゃおっぱい好きなのねちっちゃい頃から 損してるよね俺マジでおっぱい <laughs> うん胸俺たちにないものじゃんなんか自分にないものに興奮を覚えるお尻ってまあ俺たちにもあるじゃん足って俺たちにもあるじゃんおっぱいってやっぱないじゃん男に 何歳の時に M だと自認したんだ俺生まれた時あれだよあれ、ま。魔人ベジータみたいな M って書いてあった。あの、整形で消したけど。ポッターのタトゥーみたいに俺これ M って入ってたの。で、初めて鏡見た時に、ああ、なるほどなって。まあ、共造、共造をさ、識別できるじゃん人間って。あ、俺 M なんだ。ってじゃあ M として生きていこうって。だから、6ヶ月ぐらいじゃないだいたい。大<体>38年。 書いてあった餌 <laughs> 売りの風俗場なんですけど放棄したらお店来てくれますか <laughs> いやでも俺本当にわがままでさ高いお金払うんだったら好みの女じゃ可愛い女ってか好みの女の子。 そう、そういうことしたいなって思っちゃうのね。てか男ってみんなそうだと思うんだけど。あと、自分の視聴者の前で俺かっこつけなきゃいけないの辛いのね。もう本当に足ひっくり返されてさ、もう鉛筆見、鉛筆削るみてえにしてほしいのよ、本当ん俺。でも自分の視聴者できねえじゃん。いいからその受験生の鉛筆は俺だ俺の肛門で全部削ってやってくれよとか言われたくないでしょきつくないだから自分の視聴者の店に行かないようにしてんの。 それが俺なりの合格祈願なのね。で、自分の視聴者でそういうの見られたくねえじゃん。いや、隠れた視聴者ってわかる。読んだ時の反応でわかる。探る、こうやって。<laughs> 探る、こいつ俺のこと知らねえよな、みたいな。 ジャブ打ってく。休みの日何してんのみたいな。ネット見てません、ねね、ネットって。<laughs> ネット見てるやつは俺ちょっとまだ信用できないから。<laughs> 今日日ネット見てないやついないんだけど。いや、隠すのうまいやついたよ。なんかそのキャバクラとかそのラウンジとか行くけど、だ,だいたい店長とかと友達で、 そのなんかお付き合いで行くみたいな、会いにそう男に会いに行くみたいなところがあるから、なんかちょっと俺が好きそうな女の子をつけてくれるのね。で、か言ったじゃん、あの、この前、フリーで行った時についた女の子が、あ私、エーペックスやってるんですよね、みたいな話して、あ、そうなんだあエイペックスやってたらワンチャンロー知ってるかなと思ったんだけど、え、なんか、その、参考にしてる動画とかあんのみたいな。え、でも、ラ、ラスラスラスっていう人だけかな って言ってて、あ、そうなんだランクいくつの私今、ブレデタータですとか言ってて。<laughs> あ、そう、いや、すごいいいね、いい趣味だね、とか言って15分話した後に、あのー、ありがとうございましたって、変わって、その、ね、その知り合いの店長さんがか帰ってきたき、あの、今の加藤さんのことめちゃくちゃ好きですよって言われて、<laughs> いや、あいつプロだねって言った。<laughs> あいつプロだねって、ほんと気づかなかった。ラスえ、ラスラスって人かなって言ってた。 全然気づかかった、俺。<laughs> すっとべけやがってね。でもいいじゃん。そっちの方がいいよね。<laughs> でも言ってくる人もいるよ。なんか。言ってくる人もいる。あのー、すっごいいいキャバクラに行って、高いところ。で、それもなんか知り合いの、 <laughs> 焼き鳥屋の店長と二人で行って、なんで俺あのじじいと行ったんだろうって今一瞬空白の間があったんだけど。で、なんか今日は飲みましょう、みたいな。で、行って、一発目についた女が、あの、こうやってハンカチを片手にこうやって歩いてきて、ツーンとしながら、俺の目見てパサッてその、パサッとて俺れて、ジュン、なのって言ってて、俺がこの辺来るんじゃねえかって思って大阪から出てきた、そ,その日に初めて退入しに来た女が <laughs>、 <laughs> あの、俺目、本当に俺目、順に会いに来たとか言って、来た女がたまたま普段行かねえキャバクラで会って、その日俺に会って飛んだらしい。<laughs> あの後どうなったのさ、あの人いなくなりましたっ,つって <laughs>。すっごい美人だっためっちゃくちゃ美人だった。でも、その、視聴者だよって言われたら気まずいじゃん。すかしたけど、うん、そうなんだ。俺はなかなか会えないよって言った。 大阪に帰ってった <laughs> そういうときやっぱうんこちゃん知ってますって言われたら嫌だ俺緊張しちゃう喋んなきゃってなっちゃうおもろいこと言わなきゃみたいな 大変じゃん。<laughs> やっぱり隠せなら隠した方がいいのよ。俺はなんか言わない方がいいかなと思って言わないけど。何の仕事されてるんですかみたいな。なんかわかんない。頑張って新聞とか配ってるみたいな。 その日によって変えてる。空き缶とかなんか拾ってるみたいな感じで。なんか金持ちだぞとか言うとさ、期待しちゃうじゃん、女の子も。<laughs> <laughs> 女の子に受けるトークを教えてくれ <laughs>。女の子に受けるトークを俺が知ってたら多分さっちゃんと結婚してないわ <laughs>。多分ね。あんまり受け良くない。刺さらない。な <laughs> リスナーと握手したことあるよ。全然あるよ でも俺変わんないと思うよ。マジで。こんな感じで喋ってる。結婚してもその、すぐにそのまま遊んでるの次いや,いや遊んでないい結婚する前に比べたらマジで減ったよ。結婚する前本当に、もう、終わってたのすさんでた結婚してから、あの、本当しなくなった。マジでだいぶ減った。本当に減った。超減った。 めちゃくちゃゃくた多分ねいや変わってない <laughs> 下手とか普通にいやだからそのプロの女性にしか相手にしてもらってない 向こうにもリスクになるじゃん <laughs> お前に会った時なんでか知らないが隣にいた女は姉ですって紹介されて姉なんだろう <laughs>。やだろすっげえ加藤十一に顔に似てる女と浮気してたんだけどと <laughs> 思われたくねえだろう。姉だったんだよ 俺なんかさ、なんかその、やたらさ、例えばプロを嫌う男性っているじゃん。あれなんでかわかんないんだよね。いや、それこそまっちゃんとかもさ、いや、風俗行けばいいじゃんと思っちゃうんだよね。燃えないのかな 飽きちゃうのかな <laughs> 恋愛要素が欲しいんだうーん。 ちょうどオロチドッポだな朝起きて筋肉もりもりじゃんパーンって「間に合った!」って毎日やるのね「あー間に合った!」ってやってあの俺ふんどし巻いてんだけどいつも朝水バチャッと浴びて「間に合った!」って言って帰ったら尻でも撫でてやるかっていう間に合ったんだよね裕次郎と戦うの 間に合ったっつってさあんな衰えを自覚してからもうかれこれ30年ぐらい経つんだけどドッポちゃんそうで言うさっちゃんが「私のスーパーマン」っていう <laughs> 毎回そんな感じ お蕎麦茹でてあげるって <laughs> そんなこと言ってたっけお蕎麦茹でてあげるって言ってたっけ <laughs> よしみんなあのー、多分じゃ最後にねつはかるわ。 今、マックスに、多分、熱引いてるんですよ。多分、6度台まで下がった。マジで。すごくない人類の知の結晶。風邪薬。皆さんもね、体調悪いときは多分インフルじゃないと思うんだよな。でも明日1秒行くけど。いや、ま、マジで多分な、7度ないと思う、今。すごくないゆっくり寝るわ。 え、味覚は全然ある。はい !7 度7分ほぼないーおやすみなさい。明日また会いましょう。明日龍がごときやろう。熱下げる。